えーそれではあの始めさせていただきます。まカサ先生どうもありがとうございました。ま私の方からですね総天を示す新型金属酸化物がかなえる、えー、長期蓄熱と再生エネルギー利用というタイトルであの話をさせていただきたいと思います。と当研究室はですねあの化学専攻の中でもその物性が化学研究室ということで物、えー、を作ると。 こういうことをを行って、まあ、その物性を調べるんですけれども、特にですね、こちらにあるように相転移物質というものに着目して、いろんな物質を作っております。え、今日はですね、その中で酸化物の何かのリプション酸化鉄というのと、それがゴラムダ型五酸化三チタンというものについてちょっと紹介させていただきまして、まあ相転移がいかに面白いかというのが伝わればいいかなというふうに思っております。 えーとそれでですね、きょ私含めて3名で話をさせていただきますけれども、まあ、事前の打ち合わせでですねあの、やっぱ物性科学、それから想定員というと、少しあの、加瀬谷先生のお言葉にもありますけど、マニアックであると、これはなかなかあの皆さんに楽しく聞いていただくのは難しいよねって話があったんですが、まあ、その中でですね、結局、あのまあ、皆さんいろいろタイトルなるんですけど、ちょっと赤字のところを少しあの強く書いたんですけども、例えば再生エネルギーとか、水利用とか、でそれからあの光スイッチング材料。 とといいうところにつながっていくんで,す、ね、であのまあ光記録とかっていうふうには分かりやすいところかとは思うんですけどもデバイスとかメモリーをもう超えてですね今皆さんが多分関心事のある環境エネルギー IoT ビッグデータそれは SDGs ですそういうところにを理解するそういうところで貢献する下地となる知識がたくさんあるんですね。 エネルギーそれからエントロピーもちろんエンタルピーというのもございますけどもそういう熱学パラメータを駆使することによって新しい物質を作っていく、えー、その途中で必ず想定位はあの通過いたしますということでまたその相協会では時間ダイナミスクがあるということでこういうところにつながるんだということがちょっと分かっていただければあのこれまでの物理科学あるいは想定位に対するイメージと違っていくるんではないかなというふうに期待しております。はい まあ最初のところからイントロになりますけれども、これはの教科書からありま、ね、今の、えー、とカレントレビューから抜粋してきたところですけれども、えー、と想定といえばもちろん物質の3体ということで、固体、液体、気体,体ということになります、でこれ、相境界がありますと、でこれらはです、ね、そういう皆さんがよく学んでいることだと思うんですけれども、そもそも総というのは何かというと、熱理学的な概念で、科学的組成、組成が抜けてます、いや、物理的状態が一応であるものと。 でそれがですね温度や圧力を変化させた、えー、ときに元の層が不安定になり突然新しい層に移ることこれが相定位であるということでございますでこちらの場合は層境界でその層境界で面白いことが起こっているということになるんですけれども一方ですねその固体の場合にはですねいろいろな相定位がございます例えば共磁性想定位常磁性から共磁性になるようとか金属絶縁体定位あるいはまあ共移電想定位超電導あるいは超流度相定位と。 いいいろろな相転移がまあ知られて固体の想定位、このよう潮流度は固体ではありませんけれども、固、えー、体の相転移においてはです、ね、非常に面白いあの物性がありますということで、えーとまあ、私あの、もう25年以上やってますかね、研究室立ち上げても16年ですので、だいぶ長くやってますけれども、まあ、その中でいくつか面白い材料が、まあ、物質がまあ見つかってきているということでございます。 <laughs> えっとまあ今日お示ししますあのイプショロン酸化鉄っていうのをですね、まあ、見出しまして、まあ、それが非常に小さい、えー、ハードフェライトで、えー、と高いミリ波吸収をしますというようなことで注目していただいておりますそれから、えー、とラムダ型五酸化酸チタンというものが、まあ、光想定や長期蓄熱という性能を示すんだということでそもそもはですねあの金属錯体を使って特に磁性錯体なんですけれどもその磁性錯体 を使って光で刺激を与えて今までない物性を示すというものを探していこうという研究をやりながら新しい想定物質要するに新しい物質を見つけられないかということをやってまいりましたそれについて今日はです、ね、この二つについて2つの想定物質について説明をさせていただきたいと思います まず一つ目のこちらイプシロロ酸化鉄というものですけれどもこれはですねあの酸化鉄っていうのは Fe2O3 っていうのは結構代表的なもので αFe2O3 がいわゆる赤サビですでガンマ層と α 層というのは大体自然界にあるんですけれどもガンマ層が自生、まあ、を示すということで使われるんですが自生流体などに使われています、えー、ところがその作るケミストリーの、まあ、合成技術を生かしてですねあの、まあ、ミセルの中で、えー、Fe2O3 を作って焼成してあげると。 そうしたらばあ、今までないような新しい酸化鉄が出てきたと。で、まあ、これがあのその単素に今合成したっていうことができて、で、その上でですね、あの実際その磁気ヒステリストを調べる、磁気特性を調べましたあ。そうするとですね、これ横軸フィールドと書いてある磁場で、縦軸マグネタイゼーションと書いてある磁化なんですけども、これがいわゆる磁気ヒステリスループと言われているものです。その磁気ヒステリスループが非常に大きな磁気ヒステリスループを持つと。通常酸化 鉄の場合は、まあ、フェライトと呼ばれるんですけどもそんなに大きくないんですね保持力がえ。それが非常に大きな保持力が大きいハードフェライトと呼びますけども、うん、いうことで非常に大きな保持力が出ますということが分かってきました。でまたこの鉄をですね少しずつ金属置換するなんてことを、まあ、ケミカルに、まあ、ウェットプロセスで我々作ってるんで缶合成です通常の。そうしますとさらに大きくなってくるなんてことが分かってきたということで、えーとまあ、単なる酸化鉄なんだけどこんなに大きい保持力が出る酸化鉄ということでまあ 注目されていますえなぜかというと大きい保持力ですと,、えー、と磁石っていうのはどん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 小さくしてしまうと最後原子1個になっちゃうんでそれは常時性になっちゃうんですね。でその磁気オーダリングこうスパッとこうスピンが揃っているようなものを保てる大きさのサイズっていうのは限られておりましてそれは超常時性限界と呼ぶんですけどもこの場合はですねあの8ナノメーターまで小さくしても例えば5 k エ n ステートというような大きさになります。 5キロ L セットというのはです、ね、3キロ L セットが記録材料とか一般の磁石で使う大きさでございましてそれよりも大きい材料ということになります。で、まあ、見て分かるとすね、保持力が小さいサイズ7.5ナノメーターまでも小さくできるということで最初のハードフェラージ磁石ができたということになります。こういう小さいものができますといろんな応用がございまして例えば一つは記録材料です。 えとこちらには磁気テープがありますけれどもあのテープを実際あの作ったものですねこの実材料で,、えー、とでそうしますとですね非常にあのこちらに信号がありますけどきれいなシャープな信号が出るとあこれはあの周波数に対してこ応答出力を見たものなんですけれども非常に、えー、シャープなあ信号が出るということであの磁気テープっていうのはあの 学生さんからするとお父さん、お母さん、だいぶよく知ってるんですけど若い人はちょっとわからないかもしれない。だけれども、今、非常に注目されておりまして、要するに今、ビッグデータ時代になりまして、ものすごい量の記録をしなくちゃいけないと、でそうなるとですね、あのー、そのコストがかかってしまうんですけれども、一番コストがかからないのが磁気テープ、それから保険業界とかですと、もう人生100年になっておりますので、100年前の記録が消えてしまいましたというわけにはいかないので、それを全部記録取っておかなきゃいけないと。 といいうよううよなことででテープがが非常に人気あありますすか需要があるんですね実際、グーグルとかツイッターのデータのライブラリーセンターは実は磁気テープの埋め付けされているということです。えということで、まあ、そういった材料に使えますよというようなことでえ注目していただいております。またです、ね、こういう小さい材料でかつ絶縁性なんですね酸化鉄はというものですとミリ波を吸収できると。 高い周波数の電磁波を吸収することができる。磁場をかけずに勝手に吸収できるということです。で、どれぐらいの周波数が吸収できるのっていうと、今こちらにありますけど、イプシロン酸化鉄の 182GHz っていうのに吸収するということが分かりました。で、えー、とこの 182GHz っていうのはあの、今までの酸化物では吸収できませんし、それから通常の磁性材料も電磁波吸収材料で使われるんですが、金属の磁性材料ですと、電磁波を跳ね返してしまうので吸収できないということで、絶縁性で、 保持力の大きい材料が重要だということで、これがこういう高い周波数をします。さらに、えーと、その鉄の部分をですねアル,ミアルミとか、あるいはガリウム、あるいはロジウムで若干ずつこう置換してきますと周波数をいろいろ制御することができるということで、いろんな周波数帯に吸収を持たせることができるとで。そうすると、どういう役に立つかというと、こちらがですね今から使われる Beyond5G と言われる電磁波でございます。 現在は 5G ですけれども、ビヨンド 5G っていうのが将来使われる、ビヨンド 5G っていうのは第6世代、第7世代、6G、7G っていうものですね、産業界は全部もうそちらの方に今シフトしています。5G は世の中にも出てるので,で、そういう周波数の時に、まに、あ、こういう高い30ギガヘルツ以上のまあミリ波が使われると、30か300ギガヘルツですね。ということで、その IoT 社会において重要な電磁波です。で例えばここですとあの、未来の通信はですね、今、w i f i 使ってますけど、Y ギグと。 といいうことで60から70くらい、えー、と現在、皆さんが使っている w i f i は 2.4GHz です。まあ、それよりもまあ大きい。えー、それから車載レーダーですね、それから衝突防止、あるいは自動運転用のカーレーダーです、それから人体スキャナーとか無線放送ですね、携帯電話は 1.5GHz の電波でやり取りしますけれども、基地局間通信というのがございまして、その辺ですと 140GHz の高いところで情報を送っています。<laughs> ちなみに60ギガヘルツになるだけで現在の100倍の伝送速度になりますので情報量は100倍になっていくるとこのようになるとさらに大きいということになりますまたあの交差点での安全運転支援システム ADAS と言われているシステムですけども全部このようになると、まあ、そういったところの電磁波をこれから使っていくことになるんですけどもそれらはもう電磁波の海の中で我々生活することになりますそういう中でどうやって電磁波の干渉を防ぐのかあるいは自分が持っている情報が一瞬にして奪われてしまうということもあると いうことで、吸収体というのは必ずセットで必要になってくるということで、科学的に合成した酸化鉄がまあそういうところに役に立つということで、35から 220GHz まで好きな周波数をいじることができるということで、この右下に5回でもるんますかね、BBC ニュースのもありますけど、BBC 等でもまあ注目していただいているということでございます。あということで、えー、と今のお話ですね、あの電磁波の結局 IoT 社会において、まあ、ビッグデータと でそのセキュリティというのは極めて重要になると、個人のセキュリティも含めてですね、会社のセキュリティもそうですけども。ということで、まあ、我々の材料があのそういうのに貢献する材料だろうということで、えー、と Google と Facebook と Twitter とケンブリッジ大と我々の研究室に、えー、とサンプルの提供。 出展を要望されて、サイエスミディアムロンドンえ国立科学博物館ですけども、にそこに展示されるということがございました。この国立科学博物館あの大博物館が歴史博物館自然博物館に対して、こちらは科学技術の博物館ということで、ジェームズワットの蒸気機関とも飾られているということです。ちなみに他のところはですね、磁気テープのデッキが置かれたり、ケンブリッジは暗号処理ですね。 で我々が物理的に、えー、と電車を遮断する、吸収する材料ということで展示させていただいたということでございます。で、磁気テープというのは先出てきたんですけども、磁気テープというのはあの記録に関してはあの、記録方式というのは実は最初に見つかってからあの50年以上変わってないんですね。で、これからどん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 高密度記録をしていかなくちゃいけないということになりますので、 磁気テープってのは良くてですね記録した後はもうそのままポンと置いとけばいいということであの電気通しておかなくていいんですね必要な時に持ってくればいいということで年に1回あの使うか使わないかというようなものをコールドデータと呼ぶんですけれども、まあ、そういったものであるとただその記録密度を上げるためにどうしたらいいかということで今提案しているのはあのイプシロン酸化鉄とミリ波あこちらミリ波吸収と組み合わせたものでミリ波でアシストする実機の方式と。 いうものを今提案ちょうど今年あの1回先月ですけど提案させていただきましてこれは何かというと,、えー、と磁場をかけたとことそれからミリ波が当たったとこのみがあの磁化が反転するそういった記録方式であるとそうすると狭い面積にそれからあのこういった保持力の大きい材料でも書き込めるというような特徴を持っている方式で、まあ、今よりも格段に記録密は上がっていくということです。 えとでは実際それをですね、あの、やるために、どうするかっていう話で、あの、ミリ波っていうのはですね、あの、ミリ波っていうくらいで波長が長いんですよ、ミリ波です。で、それを記録のすごい狭いところにどうやって、あの、与えるのっていう話なんで、でもそれは可能でして、 リングをですね、金属のリングをまあ用意しましてそこにミリハが入ってきますとこの金属のリングの周りがです、ね、ものすごく強くこう光が集まるんですね。あの例えば79ゲーヘルツのところでこのリング七79ゲーヘルツに共鳴するような、まあ、ここにギャップがいてるんですけども、えー、ものを使ってあげると1700倍になって狭いところで数十ナノメーターまでぐっと絞れると。 で実際にまあそのリングの周りをですね、これ MFM で撮ってみますと、これ磁気テープのようにリングを張ったものをデモンストレーションとしてやったんですけども、リング周りにビシッとこう書き込まれるのが見れると。で、これ、電磁界解析するとやっぱりそのような同じような形で、電磁界解析と実験をこう合わせながら、これに限らずいろんな実験、デモンストレーションでやってるんですけども、書き込みが可能になっていると。従来では、従来の磁気ヘッドでは書き込めなかったような大きな保持力を持っている材料を書き込んでいるということが可能になってきたということで、 ちょうど先週 G エコノミスト、イギリスの G エコノミストからも取材を受けているというような感じで、化けから物を作っていってで、これは富士フ,フィルムさんと一緒にやってるんですけども、っ、えー、とフ,ジフィルムと一緒にテープはフジフィルムを作ってます。えー、と一緒にまあこういうことをやっていると。で、あのまあ、これはちょうど今、先週というか今週出てますので、見ていただければと思うんですけども、このリングにこう入ると、時価が反転していくというところを、 えとまだ実験はできてないんですけども計算で見るとどういうふうに見えるのかっていうのはその計算でした結果をお見せします、えーと。これはユニットセルを書いてるんですけども ABC ってこれ鉄のイオンです鉄のイオンが三次元的に大きいものを見ているとそうするとそこにですね電ンがここに今入りますとこうやって振り回されて落ちていくんですね。えー、何を言いたいかというとこの一瞬でですねあの下に向くと。 これがあのピコセコンドのオーダーですので、さっき言った時間発展のダイナミクス、あの石川先生があのこれからその測定法についてもいろいろとお話しされるかと思うんですけれども、あのこれはまあ理論計算の結果でまだ実測は持ってないんですけれども、えー、とこういうテラヘルツがこう入る光が入るとです、ね、えー、と一瞬で下に向いて落ちていくという、そういうダイナミクスがあるんですね、ものすごく高速です。ピコセコンドオーダーで記録されているということになると。 いうことになります、まあ、これはあのちょうどこういった計算を、まあ、これはあの今の論文にですね、アドバスマテリアルに出てますので、ぜひあの動画も見ていただければと思います。で、えっと、これは夢です。じゃあ、そんなのができたらどんなことができるのっていう話で、夢ですけれども、えっと、このリング、金属のリングがありますよね。で、ヘッドってのは実はこういうちっちゃいのがこういっぱいテープの上にこう並んでます。32個とか並んでて。 でその下にこう一斉に32個こう記録されていくってことらしくて、まあ、リングがありますとさっき言った今までの従来のヘッドとそれからリング、えー、とミリ波を受けたリングが出すその集光された光ですねミリ波と両方安ドが取った時々は書かれるみたいなで小さく書かれていくというようなこんな形のものをです、ね、これから開発していきたいと。 こういうふうに思っておりましてうまくいくと、まあ、10年後ぐらいにこの方式で今よりも格段に記録密度が上がるようなそういう方式が採用されるんではないかとか、まあ、生かす使われるんではないかと思ってますこれは磁気テープに限らずハードディスクにおいてもそうなんですけれども、えー、とそういう記録方式を提案するというところまで進めていきたいというところでございますえっ、ー、とまあ次ですけれどもえっ、ー、と もうま、個の熱の方です。あの蓄熱、マテリアルラボっていうのをあの東大内にですね。構えてやってますけれども、えっ、ー、とどんなことなんでしょうという話をさせていただきます。えっ、ー、と蓄熱材料って言うと、あの皆さん、恋愛やコンクリートがイメージがあるかと思いますけど、恋愛やコンクリートのような検熱材料余熱を使ったものと、それから水やパラフィン、エチレング、リコールなど小液の想定員を使って使う潜熱材料というのがあります。 ですが、まあ、いずれにしてもです、ね、こ,の蓄これらの蓄熱材料はです、ねえー、と室温に放っておくと冷めてしまいますので、えー、と時間形態となって自然に放出されてしまうと。だけどもし蓄熱エネルギーを長時間保存できて望みのタイミングで取り出すようなことができたら再生エネルギーとして最すごく有効であろうということは想像つかれます。ということで、えー、と私どもです、ね、酸化チタンに興味を持って、えー、とそういう材料の探索を行いました。 通常の酸化チタンは白色顔料ですけれども、えー、と皆さん、壁に貼ってあるのはこの白色酸化チタンです。まあ、光触媒としても研究されています。一方ですね、Ti2O3 っていうのもございまして、これはチタンの酸化です。こっちはチタンの4価で D 電子がなし、こっちはチタンの酸化で D 電子が1個あると、そういったものなんですけれども、でこちらはですね黒色顔料ということで、えー、と白色顔料の酸化チタンがお城に対して、こちらはあのアイシャドウに相当するということになります。まあ、熱線吸収材料と、黒いインクでございます。 で,ですがこちらは全然2つは両方とも物性がだいぶ違っていて、えー、と金属半導体の全体定義を示すという性質があります。でチタンが3プラスとチタンが4プラスの合わせたものも結構ございますいろんな組成が。でこれらはまあ一連ですね黒い酸化チタンと呼ばれることもございます。で我々ですねこの黒い酸化チタンのうちの TSLO5 に、えー、注目してさっきイプシロンでナノ後ろ酸化鉄でナノ粒子に化学合成したら 新しししい、F、が出ててきたよって話してましたよ話まこちらも同じ作戦で、えー、とこういったものも普通に大きい単結晶やバルクでは知られてるんだけれどもそれを小さく作ってみたらどうだろうということで小さく作ってみたところ新しい結晶構造を作ることができたということです。これもまたミセルの中で作るということをしました。でその後は、まあ、あの焼くんですけれども でえーとまあ、この場合、ガラスのです、ね、カバーをかけて、その中で焼くので、最終的にはガラスがくっついて、その中でこういうふうな小さいナノ粒子ができる、えー、とまたですねこれを、ですねこのエッセンスが、これは同じ別の方法では、ナノ粒子を大量に作ることも、えーと、ナノサイズのものを使ってあげると、やっぱりもう少し結晶サイズの大きいものもこう作ることができると。いずれにしても、今までにないような結晶サイズのものがありまして、 えとこれをですね我々はラムダ TI3O5 というふうに名前を付けましたこちらですねこれこういうのはラムダ TI3O5 という名前を付けまして、えーとまあ、新種の酸化チタンだと喜んだんですねただまあ,あの材料としては物質屋としては新材料できれば面白いんですけれどもじゃあこれの物性って何か面白いところがあるのかということをまあ調べてみたとこういうところですでそうしますとですね面白かったのは、えー、とラムダ型五酸化酸タンの名前を付けていたこのものをですね あのプレス機であの固めてまあいろんな光学測定しようとしたところですね。その構造が変わってしまいましてえっ、ー、と最初はラムダ型コサンクサチタン自分たちで名前を付けた材料ですけれども、ベータ型コサンクサチタンというこれ知られている基地の材料なんですけれども、その材料に相転移してしまいました。圧力容器の相転移です。でプレス機でキュッキュッとして変わっていくのでじゃどれぐらいの圧力で変わるんだろうと調べたところですね。えっ、ー、と六十メガパスカルという大きさ、これ六百キロです。 600ヤツと大きく感じるかもしれないですけれども、通常の例えば酸化したのルチルがブルックアイドルに変わるのには20ギガパスカルということになりますので、もう3桁違うところにいるということになります。ちなみにピンヒールのかかとが10から12メガパスカルと言ってますので、その5倍程度でセラミクスがあの想定するとういうことで、金属酸化物においては最弱の圧力で有機想定するという材料であることが分かりました。またですねこの <laughs> ラムダから圧力をかけてこうベータになるときに熱を放出するんですけれどもこの熱の放出量が2 4 0ロジュールパーリットルっていうこちらにあるように水氷が320ですし1 6 5 1 4 0ロジュールパーリットルですからこれら鮮熱材料の相定位材料とまあ匹敵するような大きな熱量をですね固体固体の相定位で放出するということが分かりました。またその放出した後のベータ層ベータテースルファイブを温めますと180度で戻ってくると。 ということで、吸熱量はそれに相当するものを吸熱するということであります。えしたがってですね。これはあの1 9 0度でベータからラム代、大きな熱量を蓄えながら想定にするとこういうことが分かりました。で、これは繰り返し可能でして、圧力をかけるとですね。えっ、ー、と圧力をかけていくと、ラムダ層が減ってえベータ層が増えていくるとこういうことですね。まあ。 圧力をかけるとラムダ層がなってベータ層になる。温めるとベータ層からまたラムダ層に戻るということで、圧力と熱で可逆的なものです。これちょっとエンタルピーで示します。縦軸、エンタルピーですけど、固体なんでほぼ内部エネルギーだと思っていたら構わないんですけど、これは実験と理論と組み合わせて作ったものです。普通、これ、ベータ、圧力でかけたベータを温めると190度でラムダに転移します。 通常、例えば氷が水であれば、水は氷でこの温度に戻ると、まあ、考えるわけですけれども、この場合は β がラムダになって、ラムダそのラムダはですね、えー、極低温まで持るのずっとラムダのまんまです。ということで、このラムダが維持される。だけれど、圧力をかけたときだけ、この熱エネルギーを放出するということでございます。従ってこれは、線熱を、ここでこう得た線熱を永久に保存できるような、そういったものであるということが分かりました。 また、この冷えてくるところのです、ねえー、と熱伝導率を見ますと、まあ、あの今までの耐熱レンガや耐熱コンクリートとほぼ同じ大きさですので、頻熱材料でもあると、頻熱材料かつ、鮮熱を長期的に蓄えておくことができるということで、まあ、長期的に熱エネルギーを蓄えられる青色レンガのようであると、蓄熱材料の場合には、時間ギャップの問題というのがまあ解決できない問題としてあります。先ほど冒頭言いましたように、取っておけないんですね、ためた熱を。 それをこの材料は自分の材料の内部に格納することができるそういった材料であるということが分かりました、えー、とメカニズムに関してはちょっと一回時間がございますので一回ここで飛ばすことにしまして、えー、と,どうしということで、まあ、新しい蓄熱セラミクスという概念を、まあ、ここで提案することにしました、まあ、ということは提案できたとこういうことで長期的に熱エネルギーを蓄える新素材であるとでなおかつこれが単なる酸化チタンだということがポイントです 先ほどもそうなんですけどありふれた材料を金属元素でやるっていうことが非常に重要で屋外で例えば使うんだったらやっぱこの酸化チタンとか酸化鉄っていうのが一番有効なんですね、えー、とおしろいとか顔に売るっていうレベルの元素ですので非常にあの広く汎用的に使える可能性があるとまあ使えるところとしてはあの太陽熱発電のシステムだったりあるいは自動車だったり、まあ、そういうところに使うことができるでしょうと でちなみにこれあの、太陽熱発電の話を,を簡単にしますと,、えっと、太陽熱発電はですねあの、こういうふうにして、太陽光、これ、これヨーロッパですけれども、スペインですけれども、ミラーがいっぱい置いてあって、ここにパイプがあって、そのミラーで集めた光をですね、温めて、えっとまあ、これ、オイルが入ってるんですけど、温まったオイル、250度 C ぐらいらしいんですが、それでタービンを回した。と。一方、夜はどうするかというと、昼間のうちに蓄熱タンクで熱エネルギーをためておく。で、この中に何が入っているかというと、この中には現在、電源が入っているんだそうです。 ですから我々の材料を使えば、それに洗熱を加えることができて、熱をさらに加えることができて、制御することができるだろう。その他でほと、ね、自動車における、自動車の場合は、ですね起動時にエネルギーを大変使います、燃料を使っちゃうんで、その燃費向上に使えるだろうということで、まあ、これはトヨタさんと一緒に研究し,たりしております。 えとあとですね、えー、とこれはあのパナソニックさんと一緒にやった仕事ですけれども、チタンに少しスカンジウムを入れたようなものをです、ね、まあ、アーク放電という方法で行って作ったものなんですけど、こんなものです、まあ、砕くとこんなふうになるんですけど、えー、こちらですとです、ね、温度が、えー、と67度仕入れ、さっきは190度仕入れ熱を吸収したのが67度まで下がってくる、そうすると水の降っているよりも下の熱をです、ね、この材料、吸収できますとで、それを維持したまま、放熱しないまま維持できますよということでございまして。 まあこういうのを使うとです、ね、発電所等の周りのですね温まってしまうその熱水ですね、発電所あの7割ぐらいは、えー、と熱水として大気中あるいは海水に放出しちゃってるんですけども、まあ、そういうのを貯めておくことができるだろう、すなわち環境にも優しいというようなことだというふうに期待しております。えー、と時間になってしまいましたので、えー、とここまでですけども、まあ、こういったものがですね想定材料を自分で作っていくとそういった出口もあるんだということでございます。 ここはと申します。えっ、ー、と、まあ以上になりましたけれども、まあ今日はちょっと光の話はあのカットさせていただきますが、この後、西川先生も話されると思うので、争、え、点、ー、を使うとこういった新しい応用もにもつながるんだという内容の発表でございました。はい、発表は以上です。あっ、こ先生。はい、素晴らしいご講演ありがとうございました。それでは、えっ、ー、と、質問の方に移りたいと思います。えっ、ー、と、 モデレーターの吉尾さん、最初お願いします。いますはい、先生ご応援ありがとうございました。はい。質問いろいろ来ているんですが一つ読み上げさせていただきます。えっ、ー、と、整列と,としてためておけるエネルギーの大きさはどのような要素で決まるのでしょうか。 また大きいエネルギーをためる構造を意識として設計することは可能ですか、OK、と,すとはすかっいうご質問を先ほど、その線熱が大きいという話をしました、線熱は何で決まるかというと、この場合は化学結合で決まってます、えー、と油がありますよね、ガソリンをです、ね、あの燃やすと20メガジュールです、CO2 まで全部燃焼させると。だからそこを全部燃焼させてあげると、まあ、その20メガジュール出ると。 で今、そうするとここはどれぐらいかっていうと0.2メガジュールです、100分の1。100分の1大きくないじゃんって思うかもしれないですけど、100分の1も出ると、いうガソリンの100分の1も別にこれ燃えてるわけではないので、出てると。じゃあ、なんでそんなに出てるかっていうと、この場合はですね、ラムダとベータはあの構造の違いはどこにあるかっていうと、チタンの3番が酸素の5番とつながってるんですね。で、これが切れて、チタンの3番がこちらのチタンのまあ、 番あごめん酸素の四もこれ,これチタンの2番酸素の4ですここは酸素の4チタンの3番が酸素の4とつながったものが β ですですですから結合エネルギーを切ってまた再結合していると、まあ、こっちも同じくましてこれを切ってこちらにチタンの3番につながるということで結合エネルギーだからこれだけ大きな値が出るんですねでえっ、ー、とまあ聞かれます先生これはもうちょっと大きくなりませんかと 言われるんですけど倍になりませんかと言われるんですけど倍になるんだったら倍にするためにはもう一個どっか切ってつな,がつなげ直すかあるいはこれが切れただけで再結合しないとかだから例えばチタンの3番王の5とは切れたけどえっと王の4とはつながらないで止まってくれてるようなそういう構造を作れたらものすごく大きくなります。ってことで今なんか周りの元素を少し変えたらばその途中で止まってくれるようなもないかなっていうような。 まあものを作ったり、いつも目指して作ったりとかいうことをしておきますので、お答えとしては化学結合エネルギーが大きいから、こういった旋律エネルギーが、個,個体の想定値としては、もうラジエストなあの大きさです。またまたま今、この経緯で見つかったということでございますはいありがとうございました。ありがとうございました、はい、では次、データの松島さん、質問の方お願いします。 はい、ご講演ありがとうございました。はい、と質問をちょっと読み上げますと、ラムダからベータへの熱想定っは,想定は基地の方向で合成されたベータでも起きるのでしょうかという質問が来ていますえーともう一回読っでください、ベータはラムダになるのが熱的だちょっとあれかな、ベータが熱を吸ってラムダになるということは、<ー>も,うもう一回質問お願いします。 えっと、基地の方法,方法で合成されたベータでもまあ熱熱でそのラムダへ転移することはでできるのでしょうか。はい、えっ、ー、と、もともとそのベータは、あの、まあのま我々の研究をするその前にベータ層はアルファ層になるんですね。で、アルファ層からまあベータ層っていうふうになるんで、ラムダ層っていうもの層は存在しなかったんですよ。と、えー、いうことで、あのベータ層からあ今の基地で作られているベータ層。 まあ、それは単結晶だりあの、もうちょっと大きい数十ミクロンみたいなものに、えーと、熱を与えてもラムダになるわけではなくて、アルファ層というものになります。が、しかしです、ねあの、そこにすごく興味を持っている人たくさんいて、えー、これ、ちょうどちっちゃいサイズだからラムダ層が安定だと、具体には8ナノメーター、10ナノメーターぐらいから500ナノメーターぐらいまで、このラムダ層というのが一番安定なんですね、ベータでもアルファでもなくて、ラムダ層が一番安定層になります。 だから、ちっちゃいスポットで光をボンと当てたらそこの部分だけラムダになるんじゃないのっていうことを言われる先生もいて実際にヨーロッパの方ではあのいわゆる単結晶の β の上に、まあ、単結晶の β を持ってきて光を絞ってバンと当ててできるかできないかと。あるいは瞬間的にできているその後、まあ周りがあの β だったら戻っちゃうからだめだけどその瞬間できているんじゃないかっていう研究をしているグループもいます。はいあ ありがとうございました。はい、はい、ありがとう、松島さん、ありがとうございました。それでは、えっと、次、えっと。森田の宮田さんから質問お願いします。はい、あ、ここにありがとうございました。あの。 はい、いや僕自身、この CSJ カレントレールを読んだときに、最も印象に残ったものの一つが、蓄熱セラミックスで、いやすごくあのお話聞いてよいかったです。でまあ、個人的な質問もたくさんあるんですけど、ちょっとモデレーターに徹してですね、1個読ませていただくと、えっ、ー、と、ためた熱の取り出し方に興味があるという質問が来ています。というのは、あの力をかけるのにもエネルギーが必要ということを考えると、その出た熱を利用できる効率を考えて、実際にどれぐらいの効率で蓄えたエネルギーを 回収できるのかという質問が来ています <laughs>、はい、いい質問ですね。あの論文出すとレフリーもそれ一番目に最初に質問に来ました。<laughs> えとですね、あの今60メガパスカルということなんですけれども研究室としては7メガパスカルまで下げるということまでできてます。今お,お示ししませんけどね。でこの辺の圧力っていうのはそんなに大きくなくて基本的にはこれを取り出すためには、まあ、この粉、まあ、なのかを固めると。 まあ、例えば粉を固めてもいいし樹脂に入れて固めてもいいんですけどでそれを媒体に周りの、えー、と熱浴に渡すわけですよね。でその時は液体かなんかが入ってくると思います。ということでこいつを入れた液体のタンクみたいなものをあ上から圧力をかけるっていう感じになるんですね。でこの圧力をかける圧力っていうのが例えば60メガパスカルの場合にはそこで使うポンプの様子に。 加圧ポンプ、油圧式ポンプに使う電気,量電気代なわけです、電気量なわけですよ。それは数パーセントなんです、ねで,えー、とですから、あのーうん、そんなもんですんで、あのそれで熱が出てくるといでことで、あともう一つ考えておかなきゃいけないのは、自分自体もちょっと熱量、吸いますからね、だから周りを温めるけど、自分も温まらなきゃいけないんで、その部分の1割、2割、まあ2割ぐらいですけども、そのロスはあるということで 基本的にはそれぐらいを周りに取り出すことができると、はい、<あ>いうことでございました。ありがとうございます。はい、いはい、矢野さんありがとうございました。すみません、私から一つ、えっと、お伺いしたいことがありまして、<laughs> <laughs> すみません。あのこれえっとこの坂地さんの経ですけど、えっとヒステリシスが出る理由っていうのは何な,んなんですか。はい。 えっと、まあ、ちょっとその説明をね、今日ちょっとは,びはじってましまあ、これでお示しましょうね。えー、この絵見えるでしょうか。えっ、ー、と、そうするとですね、このラムダと、まあ、ベータっていうのがあるわけですけど、層から層に変わるときに、これが層の途中の状態をイメージしてほしいんですけども、ラムダからベータにバッと変われればいいんですが、えっ、ー、と、今ここでギプスエネルギー書いてます。で、これベータの方を基準にしてますけれども、ラムダの方がエネルギーが低いんですね。で、鮮度だったらもっと低いです。ですから、こう側から、 まあ温度を下げてくると、やっぱりラムダが一番低い、安定だと。このポテンシャルの一番低いとか選びますので、ギプセネルギーの一番低いとか選ばれますので。で、ところが、まあここまで来ると、実はもうベータの方がエネルギーが低くなるんで、普通だったらこっちに行かなきゃいけないんですね。で、想定にすると。ところが、ここにあるようにこのエネルギー障壁がこうあってですね、これ微妙なんですけど、エネルギー障壁があるんですね。ですから、ここのエネルギー障壁に山に引っかかってずっとこのままキープされちゃうんですね。 ですから300ケルビンですと、実はベータの方が安定だと。だから、えっ、ー、と、ここの山がですね、その数十メガパスカルっていう刺激で、スッと下がって、えー、これでコロンと転がるというような仕組みです。で、この中央のところのですね、その障壁っていうのは、あの、原子同士のせめぎ合いです。ラムダ、ラムダ陣営とベータ陣営が押しくらまんしてるんで、その押しくらまんしてる途中でこう止まってるっていう、そんな感じなんですね。はい、あの、 というメカニズムで内部応力によるものです。はい、ありがとうございます。大変面白い。あの現象ですね。これ自体が、はい、まだまだ質問あるかと思いますが、えー、お時間となりましたので、これでお越し先生のお講演を終了させていただきます。素晴らしいご講演ありがとうございました。どうもありがとうございました。